まあ、5、6年はそれなりにやってるのも、3年生やっぱ話聞いてねえみたいな、できねえかってことが多すぎる。まあ、まずきちんと話聞いてやり方ないよね。はい、あとは今日やったようなただのジャンデングル返しやったの、まず綺麗にできる人は誰もいねえだ、単純なことだろ。そういうのも家でこう逆立ち、釣りにしても壁使ってやるっていうのも一つの手だったやな。遊び半分でもいいからそういうのも一回うちでトレーニングの一つとしてやってください。はいはい、はい、まあ、先も話したけども、お姉さんのために一生懸命動いて出るお父さん、お母さん方がいてるわけだから、お姉さん脱げるように頑張ってください。はい、はい、で、その前私のノート、毎週土曜日か日曜日、目通すんだから、まあ、最初の1ヶ月ぐらいは大丈夫だと思うけども、これ、前段までずっと続くわけがねえが、大会、うちらも返事書くようにできるだけしますので、内容だけはやったことにして書いてください。はい、はい、あと今日ちょっと5人かな、でこれこの次来季くんと6人だけども、一応これなんで外したかっていうと、ピッチャーがもう少ないもんだから、この中でピッチャーやりくりしていこうっていう感じで、でまあみじみと今さっきも話したけども、アギアのピッチャーがやった練習が比べると3分の1ぐらいの量だ、時間的とそれから距離的なあれなの、それでも大変だけどやった人もどうにかだって楽しかった、楽しかった楽しかった、だからやっぱり届いて動いてるよりはやっぱり若干体力は落ちてるんだ、筋力はアップしてるかもしれないけども体力は落ちてるから、それを早く取り戻すよ、はい、の頑張りましょう。はいはい、あとだいぶ頭好きな人はこう言っていたけど、うん、まあすごくよろしいと思う、見栄えもいいし可愛いと思うのまず16時までたっぷりしてくれる、まあ、一応約束だから頑張ってください。はいはい、はい、行きましょう、行きましょう、お疲れ様でした。